ぴょこんぴょこんぴょこんと飛び跳ねるジャンピングシャチホコを作ります。まず折り紙を半分ずつ3回折っていきます。1回、2回、3回折ってしっかりと折り筋をつけます。そして広げます。色がついた面を上にしてください。折り筋が縦になるように90度回し、また半分に折ります。折り筋をつけ、色がついた面を上にして広げます。手前を中央に折ります。向こう側を中央に折ります。このように白い側を出します。全体をひっくり返します。手前のこの折ってある部分をつまみ上げ、端を出してから中央に折ります。さらにこの端を中央に折り、色がついた面を出します。向こう側の折ってある部分つまみ上げ、端を出してから中央に折ります。さらにこの端を中央に折ります。色がついた面を表にします。右から1、2、3番目の折り筋、ここを右手で押さえ、この部分手前にこのように広げて、中を45度折ります。向こう側も45度折ります。そして左側を倒します。右側に倒します。倒して指で広げます。この部分広げてまた左側に戻します。このような形が出来上がります。ひっくり返します。ひっくり返して手前のこの折り筋、これをへこませて、この部分このように三角形の角を立てヒレを作ります。向こう側もこの折り筋をへこませるとともに、この部分このように三角に立てヒレを作ります。全体を裏返し、この部分このように左側に持ってきて立てながら、この前後の壁を立てて立体的にします。このような立体的な形を作ります。
この部分折ります。さらにこの折り筋で折ります。ここに尾びれを作ります。尾びれは1、2番目のところからまずこのようにまとめて折ります。まとめて折ってから戻し、このように中の部分だけを外にはみ出させ、一番外側はかぶせます。このようにはみ出させます。こちらが左側も同様に、まずまとめて、まとめて折ってから少し開いて、この中の部分、中の部分を外に出し、一番上はかぶせます。このようにして広げます。あとはこの部分もしっかりと折ります。ここが90度よりこちら側に倒れるようにしてください。この部分、角にこのようにシールを貼って目を表現します。こちら側もこの角に目を貼って、シールを貼って目を表現します。これでシャチホコの完成です。机に置いてこの部分を押せば、ぴょこんぴょこんぴょこんと飛び跳ねます。ぜひ作ってみてください。ぴょこんぴょこんぴょこん。